こんにちは、ロザリンです。今日はですね、ハロウィンも近づいてきたことなんでね、ちょっと怖い話でもしてみようかなと思います。まあ普通にね、怖い話って言うてもね、日常茶飯事的に結構起こってたんでね、特にもう、若い頃とか子供の頃とかはね、もうしょっちゅう金縛りにあったり、上に乗られたり、目の前にうわっと手があったり、なんやかんやいろいろあったんですけど、まあ一番ちょっとこうがっつり結構うわ怖いやんみたいなやった話をしようかと思うんですけど、墨の駅のね、とある公園、結構自殺の名所とかね言われてたね、公園があるんですよ。木がいっぱい並んでてね、首吊りの木とかねいう感じで言われてましたけど、いやほんまにね、ちょっとそこ行くとね、もうすごい気配だらけなんですよね。まあ大人になってから行ってもね、結構もう気配がすごいですね。夜中とか行ったりしましたけど、それはもう若いね、時ってやっぱりちょっと全然今とね全然もう違う、その霊感、初期の霊感ですよね。霊が見えたり聞こえたりっていうのだったんで、ね、7人で夜の2時ぐらいかな、2時3時ぐらい、牛見つ時ですよね、まあ、高校2年ぐらいやったかな、1年2年ぐらいの時ですね。ちょっと行ってみようやみたいな感じで、もうやめとけよと思いながらも、まあ私もそういうのをね好きなんで行ってみたんです。そしたら一人の、ね、霊感強い男の子があったんですけど、その男の子っていうか先輩が一人でバーッと勝手にどっか歩いて行って、なんやって見に行ったら、えらい形相になってこっちに戻ってきたんですよ。でどないしたんって言ったら、行ったらあかんって言われて、え、何何何って調子乗って行ったんですよね。一人の女の子を引っ張って、ほんならこういう感じで座ってるんですよ。男の人が普通にスーツ着てね、スーツにコートで、まあ、なんていうのかな、この目の周りがもう真っ黒で、あの分かりやすく言えば、あの北斗の拳のケンシロウのような 目と眉毛がこう真っ黒っていう、目が見えない、真っ黒で、でもあとは普通に本当にもう人間と何ら変わらないんですけども、この世のもんじゃないなっていうのはオーラで完全に分かるんですよね。もう真っ黒のオーラがこの辺からガーッと囲んで、でこんな感じでこうずっと見てるんですよ。すいません、ちょっと怖いかも私の顔が。で近づいて行きたくもないのにこう引き寄せられていって、んってなったんですよ。じゃあその瞬間にバッって手をこういう感じで出されて、ギャーって逃げていったんですけど、結局見えたのがその男の先輩、その先輩と私だけで、後の人は誰も見えなかったっていうね、まあそんな、まあ普通の幽霊話です。はい、今日はこんな感じでまた分けてね、UFO 話とか、 UFO 遭遇、至近距離で遭遇話とか、なんかいっぱいあるんで、おかしな話が私を問います。では、リーディングね、引き続いてやっていこうかなと思います。今日はねちょっとね、ヴァンパイアタロットでね、またね、恋愛で、9月後半、恋愛、何か変化があるのかどうかでいきましょうか。視聴者の皆さんの9月後半、恋愛で何か動きがあるのかどうか。今日は久しぶりにジャンプカード出してやってみようかなって感じ。じゃあ三択で
見ちゃった。 A B C A B C ですよね。なんかね、感覚がね狂ってしまったんですよ。あ、今日ジャンプこれがジャンプやったんですけど、これがジャンプにしますね。じゃあ今日の見方っていうのは、ジャンプカード、ジャンプカードと ABC で選んでもらっていいですか。私はジャンプカードが好きなんでジャンプカードがいいですけど、はい。じゃあジャンプ選んでくれた方、あ、もういいですかね。 OK ですか。じゃあジャンプカード選んだ方、先生のこれヴァンパイアタロット分かりにくいんですけど、はい、これね、先生の聖地です。スムーズに進む恋愛、物事がスムーズに進む、いいですね。なんかなかなか進まない恋愛でもう嫌気がさして、もう諦めたろかってなってた人とか、ちょっといい流れになる可能性があるかもです、後半戦。まあ自分自身でもこう変化があるように頑張ってください。ジャンプ、節制のカード。じゃあ次 A 選んでくれた方、月のカードですね。今月はっきりした答えが出ないです、だからといって焦ると失敗そうやし、なんかあの月のカードなんで、まだはっきりと出していかない方がいいみたいです。自分の気持ちにしてもそうやし、まだちょっと謎めいた雰囲気とか、まあ謎でいいと思います、まだ。はい。でちょっと雰囲気的にはっきりしたものがまだつかめない感じになってます。そしたら次 B の方、B がめちゃくちゃいいじゃないですか。ジャッジメントですよ。ジャッジメント、チャンス、今こそチャンス、リベンジ、復活、復縁とかね、望んでる方にとっては復縁のカードとして私は一番強い意味を持ったカードだと思ってます。まあ、復縁、あとはリベンジとか、なんかこの間頑張ってみたけど返答いまいちやったなとか、なんかそういうね、再チャレンジとか、まあ、あとは、チャンス到来、そんな感じのカードなんで、ちょっとそんなに頑張らんでも、なんかこうあっちから何かこう歩み寄ってくるっていう意味でもあるので、はい、でもちょっとチャンスがあれば乗ってください。じゃあ最後 C の人、これは同じ才能逆位置、ちょっとイライラしたり嫉妬したりとかいうカードになってきてるんで、なんか思う通りに動かなかったり、ライバルが現れたり、ライバルじゃないけどなんかこうやきもきするようなことを、相手がそういう行動を取ったり、やきもちを焼くような嫉妬、そういうことがもしかしたらあるかもわからないんですけど、まあそっからね、何か展開が変わるっていうパターンもなきにしもあらずなんで、まあそれがあの次のステップに進む何か要因になるかもわからないんでね、もしそういうのでちょっと悩んだ方はね、いつでも私ロザリーにご依頼ください。そしたら、今日はこんな感じです。今日もご視聴ありがとうございました。